こんにちは、永山です。こちらの動画では最近パソコンが急に遅くなったという人のためにシステムの復元で安定した頃のパソコンの状態に戻す方法について解説します。よろしくお願いします。まずはですね、コントロールパネルを呼び出します。2つの方法があったと思いますが、コントロールパネルからこのように呼び出す方法と、もう1つはですね、アプリの画面から呼び出す方法、2つありますが、どちらかでも構いませんので、そちらからコントロールパネルにログインしてください。はい、ログインできましたらこのような画面になりますので、ここからですね、システムとセキュリティというメニュー項目がありますので、こちらをクリックしてください。はい、ここからですね、今度はですね、アクションセンターって一番上にありますので、ここをクリックでですね、こちらのメニューにある回復括弧 R というのがありますので、そこをクリックしてください。はい、こちらをクリックした後にですね、システムの復元を開くというところをクリックするとですね、パソコンの以前の状態に戻るんですが、今お使いのパソコンの状態ですね、そのシステムの復元前の状態だとですね、今使っているソフトなどがたまに消されてしまう場合があるので、その辺は自己責任でお願いいたします。ということで、こちらの動画ではシステムの復元でパソコンを安定していた頃の状態に戻す方法について解説しました。ありがとうございました。